あのー、心の扉を開くとか言うじゃないですかその心の鍵がどうのこうのっていう話だけどあるでしょ要はオープンマインドの話なんだと思うんですけど、うん、鍵ってキーとロックと2つありますキーと概念が概念ロックは、うん、だ扉の,その開かないするためのこの機構じゃないですか。うん、はい、はい でキーはそれを開けたり閉めたりするためのこのペロペロってのはちょってやる、はい、こっちがキーですわそうですね,ねはい、はい、2つあるのよこの概念が、はいはいね、ほんで、はい、あのー、スマホ見てくださいスマホはいあのー、触れんようになってる時は、うん、あの南京錠みたいなのがぴょってあっ、ね、ペロペロペロってやるとちょびっと開くでしょ開くわけですね,ね あれはね、そうそうそう、あの、ロックの方の状態を示してるから、コーとこれでいいんです閉まってる。はい。はい。あの、カメラ上に、はい。あの、キーのマークがあるでしょありますね。してたありますね。ついてる。してたこっちにも。はい。ついてます。はい。これはね、鍵を溜める、溜めるじゃないわ。鍵を閉めるための、はい。アクション。はい。アクションだから、この鍵マークになってるの。 なるほど、うん、状態を示すんじゃなくて、はい、あなた、この画像に鍵かけなさいのアクション。はい、はい。OM システムプラザなんですよ。はい、はい。あのー、<laughs> 今日はそういうことで。そうですね。はい、あのー、撮った画像ですね。うん、間違って消したくないから。はい。なんかこう、プロテクトかけておきたいとか、ね。はい,はいはい。ですね。 かけた画像ですね。うん、残して、それ以外は消したいと。はいはい。いうことが、そういうことがね。ありますね。えー、できますかという問い合わせがやっぱり普段あるわけですよ。はいはいはい。これについてですね、今回ちょっとご案内したいなと。はい。思います、はい。いきましょう。はい。はい、まずあの、プロテクトをかけられますということで、うん、そのやり方なんですけども、はい ちょっと応援マんで、はい、私がこれね、画像入ってますんで、入ってんすか、はい、撮った画像ですね、はい、全然大丈夫です、お花のネモ、ネモ、はい、フィ再生画面で、はい、A ロックボタン、A ロックボタン、これ実はそこにほら鍵の、鍵マークありますね、ありますね、はいこれ水色の印でついてますね、水色のマークついてますよ、青印ですね、はい、これ青はですね、青は 再生ボタンが青じゃないですか。うん、その再生モード。そうよ。再生モード。この間話したけ、はい、モードの話は大切。再生モードにしてると、うんうん、ボタンの機能としては青い印の方の機能が使えますよす、ね、そうなんですよ。言う,いうことこですね。それで A6 ボタンが実は鍵がかかる。うんうん プロテクトがかけられるというところで、押すとね、鍵とマークが画像につくと思うんですけど、それでプロテクトがかかるわけですね。そこで一つ方ができるのと、もう一つはですね、再生している画像のところで、OK ボタンを押して、そこにもプロテクトが出てきますね。メニューが出てきますからね、普段。 そこでプロテクトを選んでいただいて実はここで6かかってるんではなくてそこで上下ボタンを押すとクをかけり外したり上下ボタンねはいはいこれ画面の下にこうちゃんとそうですね親切にかぶりましたね左右ボタンで隣のコマにいきますそれでまた上下ボタンでぴょ どちらのやり方でもできますよ、プロテクトをかけられます、それからですね残したい画像を複数選択してプロテクトをかけたいということもできます、その時は再生画面でリアダイヤルちょっと回すと一覧画面になります、たくさんサムネイルが出てくるようなイメージこのもこの青い表示のね、青。 モード再生モードそうそうそうアモードちゃうよ再生モード再生モードでそこで上下ボタンを押してロゴプロテクトつけたい画像を選んでいただいてそこでこのこのクガボタンっていうか赤いボタン O M One だとハイレゾショットのボタンですねこれですあのねああこれをチェックをまずつけていけとそういうことです選択しろとそうですはいはいはいこれで テクトかけたい画像にチェックを入れると。だからこう、あの飛ばし飛ばしでもいけるし。ほんで、さらに、だいたいわかったよ。はい。これ、さらに押しながら、これ前台でグリ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 やると、さらに連続いけるよって。そういうことですね。はい、はい、ここ全部生かそう。ついた。ついた。ついた。はい、で、チェックは入ってる状態で。うん。ええ、六個また。これね。はい、やっぱり。 一気にか,かりままししたたねきそういうことで、えー、プロテクトをかけることができるわけですね。はいはい、それではですねプロテクトをかけた画像以外をですね、はい、要はもう削除したいと。はいったきにはどうやって削除するかということですけれどももともとメニューにありますですね「善駒消去」というのをするとですね プロテクトをかけた画像だけが残る仕組みになってます。残ってます。あとは消えてくる。そうですね。カードの初期化ってあるじゃないですか。カードを初期化したらいかんか。それすると、プロテクトをかけていても消えてしまいます。初期化は消えます。だから、全コは消去っていうのを使うわけですが、まあ、OM1 の場合はですね、メニューで。メニュー。はい。で、多分は、あの、再生ページの。再生ページ。そうです青いところね。一番のファイル。 どこに一番下にありますわ。あります。はい。全項目消去。それを押していただくと。やっていいの？いいです。あ、いいですよ。大丈夫です。はい。行くよ。はい。消去するよ。はい。実行です。はい。見てみましょう。はい。お、ペあ、なるほどね。消えてますね。はい。あ、もうだからさっきあのプロテクトかけたマークのある画像だけが残ってます残ってますね。ということができる。か素敵です。はい。OEM 以外の場合もですね。うん。あのメニューのはい。 スパナマークのところですね、はい、スパナマークのところのこれはカードセットアップそこを押すとですね全、はい、コマ消去とカード初期化とありますからそこで全コマ消去を選んでいただくと同じようにできるということで必要な画像だけがですね残してそれ以外を消すということができます、はい、いぜひ活用ください、はい